どうも皆さんこんばんは、ごはんです。初めてのマインクラフトその3、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ今日は新しく作った作業場からのスタートになります。モンスターにね、荷ぐるみを剥がれてしまいましたので、今日はね、まずは資材集めから始めていきたいと思います。たくさんのね、アドバイスコメントいただきましたので、今回はですね、いただいたアドバイスを参考にしながら進めていきたいと思います。まずはですね、木を切る際に私今まで残してたんですけど、すべて切った方がいいというアドバイスをいただきましたので、今日はね、切り残した、届かないな、切り残した木を切っていきたいんですが、ちょっとね、身長が足りないみたいですね。どうしようかな。あ、いいこと考えた。こうやん、こうするやん、こうやんこうでしょ、こういうことでしょ。いや、これは少しずつあれやね、私がこのスキンは猿かゴリラかよくわかんないものを使ってるんですが、猿から人間にね、進化していく過程をご覧いただけたらなと思いますね。最近ね、ちょっと道具を使うことを覚えたので、あ、見て、苗がある。ほら、コメントでね、木は全部切るとね、ゲット、苗が出てきますよって教えてもらったので、木のね、苗を集めていきたいと思います。足場を積み重ねて高いところのものを切ることを覚えたので、よいしょ。ちょっとで、今手持ちにね、この木材しかないんですけど、多分土とかでやった方が壊しやすいのかなと思いますね。よし、さあ、前出てこい。この葉っぱも全部落とさない苗って出てこんのかなね。とりあえずね、苗をね、たくさん集めてね、家の近くに植林したいんですよ。森まで行かなくていいように。あ、犬がいる、ワンって、ね、犬がいるよ。ほらほら、ああ、これあれや、チュートリアルで見たやつや、あれやで、骨を与えるとあれ懐くね、持ってる骨、骸骨倒した時に。おお、入れない、ちょっと入り口広く作り直さなあかんな。骨あるのよ、ほらね、これを多分与えたらあの犬は懐くはず。以上、待っててくれ。よしよし。でもこれどうやって渡すんやろ。あ、よいしょ。ほい、骨だよ。どうしよう。どうしよう。どうぞ。これはない。骨。どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。あ、行かないで。ちょ、辺りがだんだん暗くなってきたんやけど、どうしよう。どうしたらいいんやろ、この骨下に置いたらいいのかな。どうするんだろう、どうしよう、暗くなってきた。骨、あ、こう手に持てばいいのか、あれどうしよう。あ、あれ、今手なずけるってコマンドがある。あ、オッケー。あ、見て、ちょっと暗くて見えんかったかもしれんけど、首輪がねついたの、ほら。なんかこの子白いから
あれしよう、お米ちゃんっていう名前にしよう。お米ちゃんね、ほらついてきた、あの某携帯会社のお父さん犬のようにも見えなくもないけどねほら、お座りとついて声ができるんだ。わーい、家族が増えたね、やったねさあ朝だよ。今回はですね、アドバイスで松明を作って家とか村の周りに設置した方がいいよっていうアドバイスをもらったので、ちょっとね木炭を作って松明をですねたくさん作って、そこら中にね撒き散らかしに行きたいと思ってます。よし、木炭。なんか明るいとモンスターが湧かないんだって。よし、でどうしよう、松明持ってレッツゴー。あ、お米ちゃん置いてきちゃった。よし、ついてこい。よし、じゃあお米ちゃんと共に松明を撒き散らかしに行きたいと思います。こんにちは。さあちょっと暗くなってきたけど、この辺、あ、距離どれぐらいの距離空けて設置すればいいんだろう。これぐらい？あ、でも松明置いた周り明るいね。よしよし、こんな感じで、この辺も、あ、あれ寒くないのか？入水してるよ。あ、ここも道作ってあげないとね。なんかちょっと暗くなってきちゃった。でもね、松明があるとモンスターが湧かないらしいので。ん？なんか私の家の方に緑のね何かがねいたね。でも松明があると明るいから来ないらしい。上来たしどうしよう大丈夫、適度に距離を取ってれば。お米ちゃん危ないから、そこ危ないよ、お米ちゃん。よしよしよし、逃げよう逃げよう、危ない危ない。いや危なかったね、そこの辺にも。よしよし、わっ骸骨いる。ちょっとちょっとちょっと、家から家、家、家。おおおおおお、てか、おごめちゃん、おごめちゃん置いてきてしまったんけど、どうしよう、ちょっと武器作ろう、武器。待ってよ、おごめちゃん待ってるよ、今助けてやるから。大丈夫かな、おごめちゃんやられてないかな。剣を持って、今に見てろ。よっしゃ、どこだ。あ、おごめちゃん、あれいなくなってるんけど。あ、でもよかったね。あ、ちょっとせっかく私が作った新築の作業場に矢が刺さってたぞ。さあ草むしりチャンスです。私がこのマインクラフトで一番好きな作業、草むしり。楽しいねこれ。なんかね、道具でやると壊れるって言われたので、とりあえずね骨持ってやってます。いいねいいね、楽しいね。あ、ごめんごめん。あ、お米ちゃんダメだよそれ。ダメだからやめなさい。ダメダメ、あかんでしょあかんでしょ。まあね、ちょっとみんなでね、今何にもね見なかったことにしようね。さあこんな感じに村の整地完了しました。集めてきた3種類の木の苗木をですね、この辺に植林して手軽に伐採できるゾーンを作りました。あ、牛が隠れてるそんな目で見るなよ、食べれなくなるじゃん。またね、
村の周りの穴とか洞窟はモンスターが湧いてくるから埋めといた方がいいよってアドバイスもらったので、とりあえずね穴は簡易的ですが塞いでおきました。またね、なんかお気づきの点あればコメントでアドバイスもらえると非常に嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。こんな風にね、ちょっと村の周りはぐるっと松明で、あ、村人生きてたよ。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。いよいよ村の整地も終わったので、次回は設備的な何かものを作っていきたいと思います。よかったらまた見に来てください。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。